あなたは何回言ったらわかるのかな？何回注意しても変える気はないのね？どうしたらそんな傲慢な性格になれるのかにゃ？こんばんは、みなとさん。今言っているのはさゆりさんと仲良くしていることですか？ちゃんとわかってるじゃない。あなたは最近引っ越してきたから知らないかもしれないけど、ここでは私がルールなの。私の言うことは絶対。わかる？わかりません。ここが社宅で皆さんと仲良くしたいという気持ちはありますが、どうして港さんの言うことを聞かないといけないんですか？それは私の旦那が部長だからよ。部長の嫁である私が言うんだから絶対。よしこさんの旦那さんの役職はなんだっけ？まだ入ったばかりで平社員ですけど、でも引き抜きで入ったのですぐに役職につける予定です。本当にそうだといいけどね。実際働いてみたら使い物になりませんでしたとかだったら目も当てられないから、しっかりと頑張ってね。言われなくても分かってます。それに旦那だって頑張ってくれてるので大丈夫だと思います。ふーん、でもそんな言い訳は置いといて、今の旦那さんの立場は平社員でしょ？そうですね。これから先がどうとかはどうでもいいの。今の現状は平社員なんだから、私の方が立場は上。アンダースタン？わかりませんけど、わかりました。旦那さんの役職でそんなにも変わるんですか？仲良くしたい人と仲良くすればいいと思うんですけど。あなたは何もわかってないのね。旦那の地位はそのまま妻の地位。それがここでのステータス。はぁ？文句があるなら出ていけば？それなら港さんが出ていけばいいんじゃないですか？なんで？旦那さんが部長でお金を持ってるなら社宅じゃなくてもいいと思います。わざわざ社宅にいる意味って。私だってこんな家嫌よ。でも私がいないと誰がここを取り締まるの？私がいないとみんな何もできないお子ちゃまなんだから。そんなことないと思いますけど。あるの。だから私は出ていけない。文句がある人が出ていけばいいのよ。私たちも引っ越してきたばかりでお金にまだ余裕がなくて、貯金がある程度貯まったら出ていく予定ですけど。ふーん、とりあえず私の言うことは絶対。ここでのルールだから忘れないで。私の名前はよしこ。今 LINE をしているのはママ友のみなとさん。私たち家族は旦那が今の会社に最近引き抜かれて社宅で生活するようになりました。ですがここで一つ困った問題が。今 LINE をしていた港さんはボスママ的存在です。彼女曰く旦那の地位が妻の地位にもなるそうで、旦那が平社員である私のことが気に入らないようです。私はいろんなママさんたちと仲良くしたいのでお話ししているのですが、まるで保護者のように見張られています。そしてその後はすぐ LINE が飛んできて、あの人と話してはダメ、あんなことを言ってはダメ、今日の反省をしろと言ってくるのです。私はこれからここでの生活に不安しかありません。だいたいなんで私があんなこと言ったかわかる？今日あなたが話してたさゆりさん、あの人は次長の奥さんなの。平社員のあなたとはだいぶ違うでしょ？またそれですね。別に少し話していただけです。今度みんなでお茶でもいかがですかって言われたので楽しそうだなと思って。ダメよ、ダメダメ、絶対にお茶会なんて言っちゃダメ。場違いであることがわからないの？さゆりさんとお茶会ならリンカさんとレイナさんもでしょ？よくわかりましたね。あそこは仲良しグループ3人組だから、絶対あの人たちとお茶会になんて言っちゃダメよ。あなたが行くなんて本当に場違いすぎるから。私が誰と仲良くしてもいいじゃないですか。さゆりさんたちだってぜひ一緒にって言ってくれましたし。あの人たち本当は性格すごく悪いの。結構危ないこともいろいろしてるみたいだし。またその嘘ですか？他の人たちに聞いてもそんな話を聞いたことないって言ってます。私がいろんな人と仲良くするのが嫌で嘘を言ってるんでしょ？私が嘘とか言うわけないじゃん。なんでそんなに信じないの？だって港さん、いろんな人の悪口言ってるじゃないですか。私が悪口？はい、それに他のママさんたちからも良くない噂聞きますよ。例えば？人のゴミを漁って分別ができてないって言ってきたり、
そのゴミを玄関先にぶちまけたり、家の近くに来てた猫を蹴り飛ばしたり、言い出したらキリがないですけど。何よその話、面白い。全然面白くありません。とりあえず私は自分が仲良くしたいと思った人と仲良くします。私の言うことが聞けないの？聞けません。はぁ、あ、とりあえず今度あなたの歓迎会がある時にみっちりとお話ししてあげる。うげ。当日は買い出しのメモ渡すからよろしくね。買い出しのメモ？買い出しをするのは新人の仕事だから当たり前でしょ。私の歓迎会に私自身が買い物するんだ。平社員の妻なんだから当たり前でしょ。それじゃあ当日楽しみにしててね。先が思いやられるな。もう帰ったにゃ。いっぱいお酒飲んで楽しい。やっぱりたまにはガバガバ飲まないとやってらんねえぜ。だいぶ飲んでたみたいですけど大丈夫ですか？他の人たちも心配してましたし。ストレスを忘れるためにはこれが一番。酔っても記憶はなくさないタイプだから大丈夫よ。そうですか。それよりまたさゆりさんたちと話したでしょ。平社員のあなたがなんで喋るのかしら。あなたが喋っていいのは平社員の人たちだけ。それで言えば私は港さんとは話せませんね。はにゃにゃ。私は優しいから話してあげてるの。感謝感激雨嵐ってやつでしょ。ちょっと何言ってるかわからないです。あなたってほんと生意気。私が注意してあげても全く聞く耳を持たないし、私何も悪いことしてないのに反抗的な目で見てくるし。全部自業自得だと思いますよ。私はここのボスママよ。私がいないとみんながうまく生活できないんだから、もっと感謝してくれてもいいと思うけど。港さんがいなくなった方が生活しやすくなると思います。あ、それに聞きましたよ。なに？港さんの旦那さん今大変なんですよね。大変って何が？会社で不祥事を起こしたって。え、何それ。旦那さんから聞いてないんですか？別に何も聞いてないけど。今日さゆりさんたちが言ってましたよ。こんな大変な時期に歓迎会来て大丈夫なのかなって。何も知らない、聞いてない。ちょっと旦那に聞いてくる。酔いが覚めた。とりあえず不祥事のことはみんなに内緒ね。こんなことを言いふらすなんて大人としてありえないから。本当だったんですか？本当かどうかは別にして、とりあえずこの話は忘れて。けどあれだけ自分の旦那さんの地位で妻の地位も変わるとか言ってたのに、合格となったら大変ですね。うるしゃい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 。とりあえずこの話はもうおしまい。わかった？わかりましたから。もう寝る。おやすみなさい。また証拠りもなく、何度言ったらわかるのよ。私だってそんなに暇じゃないんだから。あなたに構ってる暇はないの。なら構わないでください。私は私で自由にしてるので。せっかく私が気にしてあげてるのに。それより旦那さんの件は大丈夫だったんですか？ああ大丈夫大丈夫。そんなに気にしてくれなくても私は変わらず部長の妻だから。そうですか。それより私が話してるのはさゆりさんたちとのこと。お茶会になんて絶対行ったらダメ。羨ましいならそう言えばいいのに。羨ましい？自分が誘われないからってそうやって悲願でるんでしょ。ずいぶんと今日は強気に出てくるじゃない。私の旦那昇格したので、これからはいろいろ言われる筋合いないですよね。旦那の地位で態度変えるなんて恥ずかしいことよ。もしかして私が言ってる冗談真に受けた？はい、散々言ってたのは港さんじゃないですか。あんなの冗談に決まってるじゃん。信じてたなんてお子ちゃまね。はぁ、とりあえず私の友達は私で選びますから。この前も言ったけど、あなたが行くなんて場違いすぎるの。そんなに私がさゆりさんたちとは不釣り合いですか？私のような冴えない女はさゆりさんたちと仲良くするなと？ん？何言ってんの？はい、港さんが言ったんじゃないですか。違う、私が言ってるのは性格がいい優しいよしこさんが
あんな人たちと一緒にいるなんて場違いって言ったの。はい？どういうことですか？いきなり手のひら返しなんて怖すぎです。手のひら返しも何も伝わってなかったの？1ミリも伝わってません。私前から言ってたじゃん、あそこのグループはすごく性格が悪いって。それはだから港さんの嘘で。私さ、嘘なんか言わないから。あの人たちは前にも新しく来た人たちをいじめて引っ越しさせるなんてことがあったの。お茶会に誘われて行ったらその後ずるずると抜けられなくなる。そうなんですか？だから見る目がないなと思ってたの。でも他の人たちはそんなこと知らないって。基本的にそういうことはバレないように私の方で内密にしてたし、それを知ってる古株のママさんたちも話すと目をつけられるかもしれないって秘密にしてるからね。そうなんですね。でもなんでわざわざ隠すんですか？以前は正直に言ってたけど、彼女たち外面がいいから信じてもらえなかったし、あんまり噂が広がってみんなが生活しづらくなっても嫌でしょ。なるほど。ならゴミを漁ってたとか猫を蹴ったっていうのは？あはは、あのデタラメ話ね。ゴミを漁ったんじゃなくて、燃えるゴミの中にペットボトルや缶を捨てる人がいたから注意したの。ゴミは漁ってないし、目に見えるように一緒に入ってた。持って帰ってって言っても持って帰らないから玄関先までゴミを持ってついて行ったの。そしたらしつこいって突き飛ばされちゃって、こけた時にゴミがばらまかれた。そうだったんですね。もちろん私がゴミは全部拾ったけど、それを見た人が勘違いしちゃったのかな。猫の件は？野良猫に餌付けをしている人がいて、飼う気がないならやめなさいって言ったんだけど、それでもずっと餌をあげて、その時猫アレルギーの人がこの社宅に住んでたのね。はい。それでその人から相談を受けて、私が家で飼ってるの。え？そうなんですか？うん、ここ動物 OK だし。だけどその人は私に取られたって勘違いしたみたいで、嘘の噂を流されてるってわけ。なんで正直に言ってくれなかったんですか？だってそんな嘘を信じられてると思わなかったし、私は私なりにこの社宅を守ってるから伝わってると思ったんだけど。不器用すぎますね。旦那さんの地位の話とか。あれも冗談。私は部長の妻という誇りは持ってるけど、別に会社での夫の役職とかは住民に関係ないと思うし。冗談が難しすぎますよ。旦那さんの不祥事の件は？ああ、あれね、あまり大々的には言えないんだけど、さゆりさんの旦那さんが私の旦那に横領の罪を着せて逃げる予定だったらしく、証拠も見つかって捕まるそうよ、旦那さん。そうだったんですね。まだ秘密よ。はい、わかりました。私の言い方が悪いせいで迷惑かけてごめんなさい。これからはもっと言い方とか気をつけるわ。それはそうした方がいいと思います。言うじゃない、あなたとは仲良くなれそう。改めてよろしくね。こちらこそよろしくお願いします。その後、さゆりさんの旦那さんは横領の罪で警察に逮捕されたそうです。港さんの旦那さんの無実も証明され、平穏な日々が続いています。さゆりさんグループはさゆりさんが抜けたことにより孤立し、二人とも引っ越していきました。港さんは他のママさんたちにも噂のせいで誤解されていたらしく、今は物言いが優しくなり、ママ友も増えたと思います。不器用な彼女はたまに言い方がきつかったり、分かりづらい冗談のせいで誤解されることもありますが、私が今そこをフォローしています。引っ越してきてすぐの時は考えられませんでしたが、今では私たちは親友と呼べるほどの仲になりました。彼女はこの社宅で以前いじめがあったことを相当悔やんでいるらしく、大きすぎた正義感のせいで空回りしていたようです。これから私も少しだけでも彼女の手伝いができればなと思います。私の名前は秋。今年から社会人として働いています。私には大学時代から付き合っている彼がいて、彼とは同じ職場で働いています。彼氏と同じ職場というのは少し気まずいのですが、部署も違うためあまり話す機会はありません。彼氏である大輝は大学時代はしっかりしていたのですが、
それは大学時代だけだったようで、社会人になり一人暮らしを始めてからというものはとてもだらしないです。前はリードしてくれる頼れる彼氏だったのですが、今はまるで私がお母さんのようです。同棲してからその甘えっぷりはだんだんひどくなり、最近ではお金の支払いを全くしなくなりました。そんな彼との LINE がこちら。おーい、腹減った。今日の晩飯何？昨日は魚だったから今日は肉がいい。いい肉、絶対に肉な。今日は寒いから鍋にしようと思ってる。それでもいい？はぁ、鍋とか肉ちょこっとしか入ってねえじゃん。やだやだ、ステーキがいい。もう買い物しちゃったから無理。また別の日でもいい？お前さ、金ないからってケチケチすんなよ。ちゃんと美味しいもの食わないと頭までバカになるぞ。はぁ、あんた何言ってんの？そんなにお肉が食べたいなら自分で買ってきたら？無理、寒い。お前と違って脂肪という名のヒートテック着てないから、こんな寒い中外に出るなんて無理。いい加減にしてよ。私だって寒いし、仕事の時はちゃんと外回りだって言ってるじゃん。仕事だから仕方なくな。お前はそのミートテックをもう少し減らしたらどうだ？そんなに肉があったら肉食べなくてもいいかもしれないけど、俺はお前と違って痩せてるんだからな。あっそ、買い物も料理もしない人が文句だけは一人前ね。なら自分でこれから買い物して夜ご飯を作って。私は自分の分だけ作るから。無理、心狭すぎだろ。てかさ、ちょっと聞いてもいい？何？最近同期の女子がめちゃくちゃ冷たいんだよね。なんでだと思う？何か思い当たることはないの？失礼なことしたとか。俺は女性を大切に扱う男なんだ。女性に嫌われるようなことは絶対にしない。お前と違ってな。一言一言余計だな。お前何か理由知ってるんだろ？まあ。ほらな、言ってみろ。俺様が聞いてやる。何様のつもりよ。最近あんたが食い逃げしてることが話題になってる。食い逃げ？何の話だ？私と同期の子たちでご飯に行った時に、呼んでもないのに大輝来たでしょ？ああ、あったな、そんなこと。あの時にお金も払わずに食べるだけ食べて帰ったよね。あそこみんなで割り勘だったの。あんたが帰ったからあんたの分も割り勘しなくちゃいけなくなって、その分はもちろん私が立て替えたんだけど、みんなありえないって言ってた。はあ？そんなことでか？めんどくせえ。別にいいだろ、わざとじゃないんだし。わざとじゃなくてもよくない。だっていきなり課長から呼び出し食らったんだもん。お金置いてくるの忘れただけだろ。お前もいるしいいかと思ってさ。あの日課長休みだった。だからみんな嘘をついて帰ったこと知ってるの。そんなすぐバレるような嘘ついて。そうだっけ？なら次長だったわ。新入社員の私たちが課長とか次長にそう簡単に呼ばれるわけないでしょ。最近私とのデートの時も全くお金出さないし、それどころかお財布を持ってきてすらいないよね。それを言ったらみんなびっくりしてた。冷たい態度取られてるのお前のせいってことか。彼氏を立てない彼女なんて最低だぞ。お前がうまく言い訳しとけ。なんで私が言い訳しないといけないの？それに大輝食い逃げしたのは一回じゃないよね。私がご飯に行ってるタイミングにいつも一緒にご飯に来てお金を払わずに帰る。そんなの繰り返してたら同期の子たちも引くに決まってる。別に彼女なんだから当然だろ。それぐらいでぐちぐち言う女ってめんどくさいな。俺は男に生まれてよかった。後で返すとか言って全然お金も返してくれないし、正直私も困ってる。自分のお昼ご飯代くらい自分で出して。私が休みの時他の同期の子にも同じような感じでおごらせてるんだって。僕ちゃん忘れた。てぺろ。いや、キモいから。他の子に迷惑をかけるのやめて。ちゃんと自分でお金払ってよ。ちゃんと返す返す。言ってるだろ、わざとじゃないって。ちゃんと今度会った時に返そうと思ってるんだ。そんなこと言いながら誰にも返してないじゃん。会う時にちょうど財布持ってないんだって。あとは手持ちがなかったり、
ない金を出せなんて無理だろ。無理無理、ごめんね。さっきからバカにしてる。お金だって結構な額になってる。ちゃんと返すっては。あ、そうだ、なら今度みんなでご飯食べに行こう。お詫びってことでさ、最近駅前にできた高級レストランあるじゃん、そこに行こう。別におごらなくていいから普通にお金返して。みんなもお金返してもらったら許してくれると思う。大丈夫大丈夫、俺に任せとけ。お前とマイちゃん、エリちゃん、しずちゃん、リカちゃん呼ぼう。マイちゃんとエリちゃん、リカちゃんはわかるんだけど、お金返してもらってないって言ってたから、しずちゃんにも借りてるの。借りてないけど、一人ぐらいラフに喋れるやつがいた方がいいだろう。私たち部署違うからあんまり喋れないよ。俺は喋りたいんだ。アウェイな空気になるだろう。だから俺の部署のやつも一人連れていく。男の人じゃなくて女の子なんだ。へえ。焼くな焼くな。確かに月とすっぽんくらい違うけど。あっそ、あんたがちゃんとお金出すならいいけど。大丈夫大丈夫。でも万が一のことがあったらあれだから、お前もお金は10万円くらい持ってこいよ。はあ？なんで私がそんな大金を持っていかないといけないの？あんたが払うんでしょ？そうだけど、もし足りなかったらどうするんだ？俺は念には念を押すタイプなんだよ。ちゃんとお金持ってきてね。任せとけ。それじゃあみんなに連絡よろしく。しずちゃんには俺から連絡しとく。わかった。なあなあ、ごめん、お財布忘れた。今回立て替えてくれ。すまんな、俺としたことがうっかりうっかり。はあ？あんたがみんなにご馳走するって言って開いた会でしょ。遅刻してもいいから財布取ってきたら。私たち着くまで少しかかりそうだし。無理だって、俺ん家まで何分かかると思ってんだよ。今から取りに帰ってたら1時間以上遅れちゃう。お前がお金出してくれれば早いだろ。ってことでよろしく。いや無理だから。お願い。でも俺が誘った会談だから、俺が出さないと変だろ。当たり前でしょ。だからみんなの前では俺の金で払ったことにしてほしい。みんなに食え食え言ってお土産まで持って帰らせる。だからよろしく。さあいっぱい食うぞ。お前を遠慮なく食え。ああそうするね。私たちもう食べ始めてるから。はあ？あなたが忘れていったお財布で。どういうこと？あなたが家にお財布忘れてるの私見つけたんだ。わざわざあんなところに隠してあると思わなかったけど。はあ？え？だからわざと一緒に出かけず後から出たの。あなたが隠しただろうお財布を見つけていくために。嘘だろ。じゃあ俺の財布持ってきてんのか？ちゃんとお金も入ってたし、よかった。ダメだ！何勝手なことしてんだよ！勝手なことしてんのはあんたでしょ！今回もわざと財布を忘れて、私に全部立て替えさせる気だったんだよね。かわいいかわいいしずちゃんにいいところ見せようと頑張ったの？別にそんなんじゃねえし。そうなの？とりあえず俺も店に着くから。ならもうこの際みんなで食うぞ！お前には後で金を請求するけど、私たちその店にいないよ。はあ？私たち別の店で女子会してるから。あなたその店に入っても財布ないから恥かくだけよ。店に行ったら予約もキャンセルされてるって言われた。もともとあなたお金払う気なかったんだから、その店に行く資格はない。ならどこでご飯食ってんだ？行ったでしょ、女子会だって。あなたは不参加。マジで意味がわからん。冗談なら笑えないぞ。今女子会であなたの話をたくさん聞いてるの。しずちゃんに猛アタックしてるんだって。いやそれは迷惑だからやめてほしいって。あなたの食い逃げ事件も話してあげたらびっくりしてた。いつもおごろうとしてくれるってね。嘘だろ。違うんだ。あんたがしずちゃんにアピールしてたの知ってるよ。今回あんたの愚痴でみんな大盛り上がりだから、来たかったら来てもいいけど。女子会参加する？いや大丈夫です。安心して、ご飯代はちゃんと自分たちで払う。あんたとは違うからね。ありがとうございます。だけどみんなにお金は返しといた。お財布すっからかんだけど、残り1ヶ月頑張ってね。お金今月分だけ貸してもらいたいです。お願いします。赤の他人に貸すお金なんてないよ。今日
今日から私たち彼氏彼女でもないんだから。え？もちろん別れるに決まってるでしょ。ちょっと待って、そんなの聞いてない。言ってないからね。別れ話は帰ってからゆっくりと。それじゃあね。いやだ、別れたくないよ、アキ。彼はその後家に帰ってきて、俺が全部悪かった、許してくれと泣きついてきました。ですが私は彼と別れました。彼はその後改心して、大学時代の時のようにしっかりするようになり、彼から何度もよりを戻してほしいと言われたのですが、またいつかズボラな彼に絶対戻ると思い、私は全部拒否。その1年後彼は後輩の女の子と付き合い始めました。彼はその彼女にまたおごらせていたそうです。ですが数回目のデートの時、またいつものようにおごらせようと店を出ようとすると、お会計がされておらず、彼女も店から出ているという事件があったそうです。その店での支払いは数十万。彼はそれっきり食い逃げをやめ、彼女とも別れたそうです。皆さんもこんな男にはご注意を。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。